どうも、プテラタカシです。今日も人狼ジャッジメントやっていきましょう。早速、何の役職が来るのか。デーデン。人狼来た。人狼が来ましたね。はい、今回人狼ですね。で、この部屋はゾンビ、豚男、そして人狼が2人いて、4縄で4人街の村なんですが、初日 GJ が起こると、1縄増える、10人村ですね。で、この村のルールとして、初日の役職 CO を禁止しています。占い師も霊能者も全部禁止。全伏せですね。初日全伏せグレーラン村なので、初日に死ぬことがないようにしたいですね。でマイクよろしくと。人狼か。頑張ろう。初日頑張って生きて。30秒前。私も生きる。うん。おお。占いのふりするわ。10秒前。よし、今回はね、初日ランダム白の部屋なんで、あたかもランダム白で誰かが白出てるかのような振る舞いを見せましょう。マイク白だとちょっとできすぎなんで、誰か別の人を白と見て行きたいね。うん、そんな感じ。初日の占い師抜けたら最高なんだけど。殴り合いだ。おはよう。殴り合いだ、おらなんだ。おはよう。なんか出た方がいいかな。いや、いや、おはよう。出なくていいな。前世です、よろしく。何も出なくていいよ。凸はない。凸なし、よかった。突然者は敗損っていうルールにしてます。とりあえず殴り合いだな。よし、殴るか。4、9。ローラ数字どういう意味だ。ローラの49って何。エマーソンは名前が2文字だから来る。誰だよそれ。ムヤリは凸確認から入ってるから、別にこの段階で薄いとかはないです。バニラ。殴り合いってこんな感じなの。塩なし初めてだから分からない。サンドラ。役持ちは生存意欲を見せる。見せてほしい。占いは初日の城先を守るように立ち回るという感じだよ。んで黒いなって思ったところ、ところを釣りに行く感じ。
エマ。マイク殴りをしているの結構黒目です。マイクはドクロベ発言からから読むとそこまで黒く見えなかった。エマ黒提出。うん。延長。延長希望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 。バニラは。バニラはメアリー。メアリー初手。経費釣り発言。印象悪いけど。エマへの殴り方は適切だと思う。釣り位置ではないかな。うん。マイクに関してはもう少し情報を落としてほしいな。いやでもマイク殴りたくないな。ちょっとどうしようかな。対抗占い師に仕事したら当たんなんだよねこれ。ローラかマイク。マイクとローラはログが薄いので役なしに見えるね。狼ならもっと伸びてくるからスムラメで釣ることになる。なるがあんま嫌なんだよな。スムラメで釣るの嫌なんだよ。1分前。マイクローラならローラかな。断定できる要素なんてないよ。30秒前。初日だし当たり前。人外目で釣るってことでしょ。10秒前。スーザンは発言一貫してるから釣り位置ではなく占い位置かなと言っておく。マイク守れたかなんとか。なんとかマイクは守れたけど初日はマイクしろはもう出せるな。これ今のこの状況なら。ただどうすっか。
全然いいよ。宅急便来た。オッケーオッケー。30秒前。宅急便来たのか。そうなんかんか。スーザン神して10秒前。マイク白、スーザン白でいいかな。DJ マジでマジで言ってんの。マジで神 GG 出てんだけど、普通に。マジ？おはよう、おはよう、神 GG すぎる。おはよう、おはよう。神すぎる。神すぎる。ちょっと占いで出ないぞ、これ。うわ、出れない。カミングアウト、カミングアウト。お、確定？カミングアウト確定か。昨日ソフィア、ローラ黒。マイク霊能には見えない。マイク目線、仕事も終えてるし。昨日のログ的にはかなり黒かったと思う。かなり昨日のログ的には釣り位置まで来てた。ここで霊能はスーザンから黒もらって出ざるを得ない、得ないように見える。スーザン偽はないでしょ。ないし、身内斬りなら噛まれなすぎて破綻するからないと思うよ。人外数での破綻は数残偽はマジで追えない。そもそも狩人 GJ がグレーだったらさらに出てほしいくらいなんだが、そしたら白角詰まる。ワイのこと追ってくれ。エマスーザンシーン見れる場面だな。延長希望、延長希望、延長希望。
日の段階で延長希望。なんか言ってる、なんか言ってる。どうしたどうした。ワイ人外確定やっけ。ないだ。かまわんかまわん。大丈夫。今日ソフィア噛める。あ、スーザン噛める。やるじゃん。占い目で守ってきたのかな。やるじゃん。結構占い目、役職目でスーザン噛んだから。スーザンの昨日のローラ釣り、発言からローラ釣りに持ってったのは納得、納得で、ローラ白ならスーザン黒も十分にあると思った、あると思ったが、いやこれも言わない方がいいな、隠れよう、潜伏しよう。マイクからローラなら、ローラという発言は妥当だと思ったけど、実際にスーザンはローラを激推ししていたわけだし、投票的にもローラに入っているのに、1分前、ローラを釣り押した点で怪しく見られるのはおかしい。30秒前。スーザンはかなり芯見れる場面、カレードは今日スーザン超えでいい、スーザン超えでいいよ。30秒前、10秒前。安心してスーザン噛めるのは良かったけど、かなりまずい盤面だな。良かった出なくて。いやマジでスーザン GJ でカミラで対抗ですたら、でマイクロだったらマジ積んでた。まだなんとかなるかもしれない。スーザン神、どうやっぱどう挽回するかな。30秒前。10秒前。スーザン神、
おはよう。ファ？なんで？いやいや、いや待って、いや待て、普通にスーザン越え以外ないだろ昨日の場面。これでこれで黒塗ってくんのおかしくないか。読み合い負け？読み合い負けなの？読み合い負けなの？霊能声マジいらないだろ。まあ過ぎたことだから。待って、うわ、ここで回線落ち、落ちてたつまない。まず昨日のバリナがめちゃめちゃ気になるんだが、私がマイクとライン切りってのはおかしくないか。どこでそう見えた？マイクが村に見えないという発言は新占いのスーザンも言っていたと思うんだが、ソフィアシエマでしょ。ソフィア信仰はソフィアゾンビのケアをケアはできない。サンドラ単体でバニラカミラあげて、でもニックも見るの？だってそんなに絞れないよ。なるほど。てか冷静に考えてほしい。普通に昨日は数山越えだった。スーザンがマイク黒当ててて、マイクは霊能仕様。スーザンの太鼓
がいないことからマイクはほぼ黒だろう。絵マシンで見ていい盤面だし、誰もがスーザン・ゴエだと思うでしょ。1分前、ここで狩人誘導で黒見るって一番わからん、一番納得できない。あるでしょ。30秒前。ソフィアは白だから殴れない。思考ロック解除してほしい。10秒前。ソフィア狩人だな。これソフィア狩人臭いな。これエマの投票先に行きます。バニラメアリー投票、どういう位置だ。あー、ここで白く見てもらえるのは OK ですね。これは狙い通り。スーザン・ゴエを分かってないように思わせたかったんで。30秒前、うん、自分が狼ならスーザン絶対守れよっていう発言が出ないというふうな踏んでの発言だったんですけど、バニラはしっかり汲み取ってくれてる。ソフィアが結構だるいですね。ソフィアは狩人っぽい。かなり10秒前。ソフィアは狩人臭い。終わらないよね。さあ どうするか。結構苦しいが、いや、カリドが有能だったな、マジで。スーザン守りは。しかも、カリド、スーザン占い師だからな。かなり有能だったな。今日ソフィア行きます、僕。怖いなぁ。ソフィア白人外ないよな、でも。結構黒目を釣りに来てる印象。ソフィア白人外はないと見て。30秒前。ゾンビ進化りで見て、ソフィア。いやソフィアで GG 絶対やめてほしい。マジでソフィアで GG だけはやめてほしい。マジで天才だろ。いやマジでもうやだ俺。どういうこと。怖っ。恐ろしすぎるわ。もうやばいやばい。天才天才すぎてきた天才すぎてきた。素晴らしいよ。カリオド出ていい盤面。天才やんけ。お前か。お前が天才か。天才だったか。対抗いないってこれ。豚落ちてる説。
メアリー、スーザン護衛に関してだけど、初日スーザン GJ なの？スーザン確定守りの番目だった。延長希望、延長希望、延長希望。マジか。いやすごいだろ。で実際実際スーザン護衛で占いシーン守ってるわけだから、これは神だったと言える。てか守り先は気になるでしょ。守り先は村支店、気になるとこだと思うんだから。カミングアウト、歌男しよう。え、カミングアウト。いやこれは太鼓ソフィア、太鼓ソフィア草。歌で歌でいつになろうとしてるでしょ。ソフィア待てちょっと待て。俺スムラ、ニックスムラスラ、自分目今メアリーシンカリ、ニックブタ、ニックゾンビ、ソフィア、ブタを見たが、ニックスムラスラなら狼目もあるかな。あるかな。個人的にはバニラが、これはもうニックという発言が、ニック釣れれば PP まで考えた、人狼の可能性も見たが、ニック市民すらなら正直わからん。俺釣りでいいよ。村ならこの盤面飲めないだろ。ソフィア釣りはないでしょ。終わらない。終わる終わらないではなく、終わる終わらないでなく、村なら釣りは飲めないはず。ニック村なら
ニック釣り1分前、メアリー髪で豚と RPP なる。自分釣りの身で30秒前、白目取ろうとしたオオカミかなと思う。バニラオオカミなら明日 RPP。 10秒前、普通にもうニックでええわ。よし、 RPP までいけた、 RPP までいけた。よし、まだ変なことすんな。 RPP までいけた。よし、いや豚だよな。ソフィア、ソフィアゾンビあんのかな。いや、ゾンビやったらもう無理だな。もうゾンビやったら無理。もうしょうがないよな。メアリーは絶対噛まないと。10時起きてる以上、昨日ニック村置きしてたのに。10秒前、ニック村置き誰がしてたんだよ。よし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 、いやー結構きつい状況から、なんとかなんとかいけた。襲撃する人を選んでください。まあメアリーですね。これはメアリーですね。いや、ソフィアがゾンビのパターンのみが最悪ですね。ソフィアゾンビのパターンのみ最悪。いや、あるかな。うわ、ゾンビが来たよ。誰？バニラ？ソフィア？うわ、バニラかー。うわー、ありがとうございました。くっそ、バニラおめ。ゾンビ勝ち。マイクしゃがない。てかてか、メアリー強すぎる。メアリーやばいだろ。初日スーザン役持ち目で神行ったら守られた。ソフィア狩人目で神に行ったら守られた。いやマジか、見事。はい、内訳、サンドラ市民、スーザン占い師、マイク人狼、ローラ市民、ソフィア豚男、エマ芸能者、ニック市民、メアリー狩人、バニラゾンビでカミラ人狼でしたね。はい、いやなかなかバニラ一人勝ち、なかなか強く脅威の一人勝ちでしたね。違うよ、ありがとう。あー、ニックスブラ、ありがとうございました。いやー、まあ、しゃあないな。バイバイ。しゃあないですね、これは。やっぱあれだ、あれですね、サンドラ、なんかなんだろう、生存欲結構スムラ釣っちゃうね、このゲーム。結構スムラ釣っちゃうね。うん、初日ローラ処刑、次の日サンドラ処刑で、どっちもスムラだからね。で、バニラ一人勝ちと。おめでとうございます。ありがとうございました。ジジ、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。